レイメン、ウルトラレアが出ないわ。レイム、一体どうしたんだぜ。ソシャゲのガチャで、200連以上してるのに欲しいのが出ないのよ。そんなにやけになってはいけないんだぜ。だって、しょうがないじゃない。前回の平泉の動画が一切伸びなかったんだから、再生回数29回って身内すらほとんど見てないわよ。こればこるほど伸びなくなるってどういうことよ。平泉はちょっと地味すぎたかもしれないんだぜ。そんなこと言うなら、最近登録された富岡製糸場や沖ノ島なんて再生回数10回になるわよ。霊夢、もともとこの企画を始めた趣旨を思い出すんだぜ。そうね、もともと世界遺産に関する解説動画を始めた理由は、広告代理店や旅行会社に観光の道具にされている世界遺産の、本来の価値、を知ってもらうことだったわよ。世界遺産は、エジプトのアスワン、ハエ、ダム建設によって、アブ、シンベル神殿をはじめとするヌビア遺跡が水没する危機があったことがきっかけで作られた条約なんだ。世界的価値を持つ文化遺産を保護するための枠組み作りとして始まったのよね。それが今じゃ、パワースポットだのなんだのって。世界遺産だから守護院でしょ、見に行きたい。で、目的と手段が逆になっているわ。各自治体も、完全に観光資源になることを目的として活動してるんだから、過去と対話し、価値を理解し、未来につなげる、その目的を再確認するため、今回は別のテーマで解説するんだぜ。別のテーマ？そう、今回は、日本の世界遺産の暫定リスト記載物件について登録される可能性を探るんだぜ。暫定リストとは、世界遺産登録に先立ち各国がユネスコ世界遺産センターに提出する物件、つまりは候補のことよ。文化庁が選定するんだけど、各自治自体はまずこの暫定リストに載せてもらうことを目標にしているわ。日本で登録済みの世界遺産もさたちも、昔は暫定リストに載っていたのよね。地下アイドルが昇格してスターになったみたいでなんだか感慨深いわ。そう、例えば、1993年から2000年までに登録された日本の世界遺産、これらは1992年に暫定リスト入りし、その後に毎年のように登録されていったんだぜ。まず最初に1993年に、法隆寺、姫路城、屋久島、白神山地が一気に登録されたのよね。候補になってたった1年で登録された4つは、日本の世界遺産四天王と言っても過言ではないわね。ただ、この時に暫定リスト入りしたまま30年近く世界遺産に昇格できない物件がいる。何よそれ、蛇の生殺しじゃないの。そのかわいそうな暫定リスト物件とは一体何なのかしら。それらも含めて、日本では現在、暫定リストには6つの文化遺産、5つの自然遺産が暫定リストに記載されている。これらが本当に、顕著で普遍的な価値、があり、世界遺産として登録できそうか評価していくのだぜ。今回は一通りの説明をした後に、登録の可能性を A、B、C でランク付けするわよ。まずは、暫定リスト記載物件とリスト入りした年すべてを羅列するぜ。1、1992年こと鎌倉の神社、寺院ほか、2、1992年彦根城、3、2007年飛鳥、藤原の旧都とその関連市3群、4、2009年北海道、北東北を中心とした縄文遺跡群、5、2010年金を中心とする佐渡鉱山の遺産群、6、2012年平泉仏国土、浄土を表す建築、庭園及び考古学的遺跡群、拡張7、2016年奄美大島、徳之島、沖縄東北部及び西表島。7つ目の奄美、沖縄だけは自然遺産。他は文化遺産になるわよ。文化遺産だと文化庁、自然遺産だと環境省と、取り扱う環境も異なってくるわ。最初に、1、1992年こと鎌倉の神社、寺院ほか、鎌倉市、横浜市、逗子市に点在する寺社や遺跡を、それらが属する産業や海浜とまとめた文化遺産だぜ。鶴岡八幡宮、霧島市、円覚寺、和賀江島などが構成資産だ。他にもいろんな坂とか寺とか史跡が含まれているけど多すぎるから割愛するぜ。これは、最初に世界遺産暫定リスト入りしたけど長い間推薦されないままだったんだ。でも、武家のこと、鎌倉、という登録名に変更して2012年に推薦されたんだぜ。なんだ、結局政府推薦してくれたんじゃん。でも2013年世界遺産の諮問機関であるイコモスによって、世界遺産への、不登録、を勧告されたことにより、推薦を取り下げたんだ。何よそれ。でこの辺の経緯は、前回の平泉の動画を参照よ。結局、構成資産が神社、寺院を主体とし、鎌倉幕府の政治的建造物がほとんど残っていない点がネックになったのよね。世界遺産決議だと、登録、情報紹介、登録延期、不登録という4段階のいずれかの決議がされるんだけど、最も低いランクである、不登録、の烙印が押されてしまって勝ち目なしと判断したのね。不登録、と決議された物件は、原則として再推薦することができない。だから事前調査で不登録っぽいよって、言われたから取り下げたんだろうな。新しい科学的知見が得られるなどした場合や、異なる登録基準からの価値を認められる場合には推薦が可能らしいわ。でも正直、新しい鎌倉時代の建物が今後発見される可能性はほぼないでしょうね。絵巻物とか仏像ならあるかもしれないけど、世界遺産に登録される対象は、不動産、だからね。そして、この物件の霊夢の評価は、C ねー。国宝建築物が円覚寺処理殿しかない。
コンセプトとしている鎌倉時代から現存する建造物がほとんどない。そして、国宝、特別史跡、特別名勝のオンパレードの京都、奈良が登録済み、これじゃ京都、奈良の格下みたいに思われても仕方ないわよ。これが1970年代の推薦で、かつ京都や奈良より推薦が早ければ登録できたかもしれないけど、正直、登録基準1から6のどこにも当てはまりそうにないのよ。世界基準で見た時に、宗教、文化、建築どれも弱いと思うの。武家屋敷とかがもっと残ってて、武家社会の始まりを証明できるストーリーにできれば個性もあるんだけどな。あと、決定的なのが、2019年に神奈川県と鎌倉市、横浜市、逗子市が文化庁に提出する世界遺産推薦書、原案の作成活動を同年度限りで休止すると発表したのよ。規模は縮小しても研究、文化財調査、整備事業は継続されるみたいだけど、自治体も正直もう無理ぼって思ってるんじゃないかしら。世界遺産推薦の代わりに、日本遺産には登録されたみたいだし、それで我慢してもらうんだぜ。いざ、鎌倉歴史と文化が描くモザイク画の町兵として認定されたんだぜ。その日本遺産っていうのも、きっと広告代理店の人が一生懸命考えて作った認定制度の技よ。正直、なんじゃこやってタイトルのものも多いけどね。世界遺産にならなくても、文化財としての価値がなくなるわけじゃないのよ。私たちの住む日本の宝であることには変わりないんだから。次。鎌倉で時間取りすぎたからサクサク行くに、1992年彦根城。しーね。城単体だと姫路城が登録済みだから無理よ。以上、次。霊夢、ちょっと早すぎるんだぜ。一応、説明すると、滋賀県彦根市にある城なんだぜ。天守が国宝指定された五城の一つに数えられて姫路城と共に遺構をよく残している城郭として日本最初の暫定リストに記載されたんだ。近年の世界遺産登録の厳格化の中、四半世紀以上、推薦が見送られてきたけど、2020年3月30日に初めて推薦書原案を文化庁に提出したんだぜ。コロナの影響で今年は候補地の選定が行われないことになったけどね。推薦されても鎌倉みたいに不登録になるでしょうけど、一番の課題は、すでに世界遺産に登録されている、姫路城とは異なった顕著な普遍的価値があることの立証よね。先に彦根城から推薦すればよかったのに、どうしても海外のジャッジから見たら姫路城のミニチュア版よ。最初に彦根城を美しさの面で推薦して、何年後かに姫路城を大きさの面で押せば両方登録された可能性もビレゾンね。あとはほぼ可能性が低いけど、こと京都の文化財、への拡大登録かしら。一応、これに住所が滋賀県の延暦寺が含まれてるし。でも関連性がなさすぎてダメでしょうね。彦根単体で今から登録しようとするとしたら城郭、庭園、周辺の景観などの保存整備の推進ができればってとこだな。あとは城下町、琵琶湖周辺の文化財もバッファゾーンに入れて、天守閣以外の周辺資産も入れて、というところかな。彦根周辺地域の歴史地区みたいな感じで、それでもストーリー仕立てが厳しいと思われるんだぜ。去年行ったんだけど、駅から降り立っていろんなところに彦根城を世界遺産に、って看板が目につくのよね。町全体で世界遺産にしようとしているのはわかるんだけど、登録基準1から6、どれに当てはめて推薦書を作るのかも気になるな。綺麗でコンセプトなお城っていう観点から、1、人類の創造的才能を表す傑作であるということを適用するしかないと思うんだけど、ライバルの姫路城が大きさも見た目も素晴らしすぎるんだよな。ただ、姫路城への拡大登録として、近世城郭建築というグルーピングで登録すれば、ランク B ね、明治産業遺産群なんて九州から東北の岩手まで離れているものをまとめて登録しているから不可能ではないと思う。ただ、この場合、単体で登録されている姫路城が嫌がるだろうし、彦根城以外にもうちの城も入れてよ。で各自治体が名乗りを入れてカオスになると思うから推薦されれば A、推薦されるまでの道のりを考慮すると B ってとこね。正直、彦根は観光としては彦丸やんがいるから大丈夫でしょ。世界遺産じゃなくても、素晴らしい日本の城とゆるキャラとして日本人の心に残り続けると思うわ。次、3、2007年飛鳥、藤原の旧都とその関連資産群、奈良県飛鳥村、桜井市、橿原市にある史跡の総称なんだぜ。これは構成資産が多すぎるから一部抜粋するけど、有名なのは特別史跡である石舞台古墳、高松塚古墳、キトラ古墳をはじめとする飛鳥時代の遺跡群だな。藤原宮跡、山田寺跡、大和三山など、日本史や古墳の授業で出てきたワードが目白押しなんだぜ。これは文句なしの、A ランクね。なぜ今まで世界遺産への推薦が先送りにされてきたのか不思議なくらいだわ。まず理由としては、国家形成の過程が明確にわかる唯一無二の資産、ということね。現在の日本という統一国家形成に欠かせない大和政権の成り立ちを示す、大変貴重な遺構であるということ。サブテーマとしても、律令国家の中枢機構の形成過程、国家宗教としての仏教寺院の成立、律令による母性の変化、律令国家形成の主人公の墳墓、という明確なテーマがあり、なぜ日本にとって重要なのかが海外のジャッジにも理解されやすい。石舞台古墳という、目に見えて特異な形成の建造物がある。高松塚古墳、北
ストラ古墳という、当時の文化を目視できる証拠として壁画が残っている、などなど、挙げていったらキリがないわ。高松塚古墳、キトラ古墳の壁画は国宝指定。つまり、壁画としてはおそらく世界遺産には入らないだろうけどな。世界遺産は不動産しか登録できないから。この壁画を動産として国宝にするのか、不動産として史跡に含めるのか文化財保護法内のカテゴリー分けでも議論があったそうよ。ちなみに世界遺産登録済みの奈良の東大寺について、あの仏像は国宝指定。つまりあの仏像自体は世界遺産ではなく、建物の方が世界遺産になっているわ。でかすぎてほとんど不動産に見えるけどね。脱線したけど、他に登録できそうな理由としては、日本で登録済みの世界遺産は木造建築物が多いので考古学遺跡や古墳として差別化しやすい。飛鳥時代のカテゴリだと法隆寺しか登録されていない。しかも法隆寺は日本の仏教伝来の原点ということ。そして、世界最古の木造建築物ということがコンセプトなので、これも差別化しやすい、ということも挙げられると思うんだ。登録基準としては、2、人間的価値の交流。3、現存するまたは消滅した文化的伝統または文明の少佐が適用できると思うわ。顕著で普遍的な意義を有する出来事という点で基準6もいけるかもしれない。この辺の適用条件は世界遺産委員会のジャッジのさじ加減一つだけどね。ネックがあるとすれば、古墳系カテゴリで、モズ古墳群が登録されてしまったっていうことだな。あれはどちらかというと古墳時代で押して、こっちは飛鳥時代ですってことで説明してほしいんだぜ。あと、観光客の受け入れ体制も世界遺産に登録される上で審議対象になるから飛鳥、藤原でその体制が十分に審議されているかも気になるわ。日本の原風景って感じなのに、観光客のせいで白川郷みたいなゴミ問題が出ると嫌だものね。個人的には、橋墓古墳や橿原神宮が構成資産に入ってないのが謎だけどな。推薦が遅れたのも一つ一つのコンテンツが強力すぎて資産の絞り込みやどういうストーリーで持っていくかを考えるのが難しかったことが原因だと思われるんだぜ。奈良にはもう3つも登録されてるものね。ただ、ここは仮に登録延期になってもテーマや解釈の違いで必ずいつか登録できると思うわ。年々登録のハードルが上がっていくから、先に他の暫定物件から推薦してるのかも。次、4、2009年北海道、北東北を中心とした縄文遺跡群。北海道、青森県、岩手県、秋田県にある17の縄文時代の遺跡群の総称なんだぜ。2017年までに5年連続で推薦が見送られていたけど、2020年1月にやっと推薦書をユネスコに提出して受理されたんだ。有名なのは、青森県の三内丸山遺跡、亀ヶ丘石器時代遺跡、秋田県の大湯環状列石よね。日本の世界遺産って縄文時代に関するものは登録されていないから、コンセプトとしてはありよね。登録基準は、3、現存するまたは消滅した文化的伝統または文明の少佐の適用を目指しているだろうな。史跡系は間違いなくこのカテゴリーになるんだぜ。狩猟、採集、漁労を基盤とした定住生活に顕著な普遍的価値があることを推薦事由に挙げているそうだ。霊夢の評価は、これは迷うところだけど、B ランクね。縄文時代の考古学遺跡っていうカテゴリーはいいんだけど、縄文時代って日本独自のものでしょ。海外との比較研究の面できちんと証明できて理解されるのかしら。あと、日本全国約9万箇所に縄文遺跡が点在しているのに、なんで東北、北海道に絞ったのかという点ね。そして、その中でも、なぜ資産を17に絞ったのか、どういうことよ。17の資産で構成している理由として、津軽海峡を挟んだ2つの地域に同一の文化圏が形成され、そこに早々期から晩期までの各時代の遺跡が揃っており、特に最古級の土器や漆器が出土している遺跡が含まれている。東北では太平洋、日本海、津軽海峡という3つの海の海岸線にまで達していることで、独自の生活様式が確立され、それを長期間にわたって継承したことは持続可能性と生物多様性を堅持していたことを示しているとのことだぜ。今、流行しているサステナブルってやつね。あと、意外と重要なこととして構成資産の全てが文化財保護法で史跡、特別史跡に指定されているんだぜ。ああなるほどね。海外でも、文化財保護が十分じゃないから登録されなかった例はよくあるわ。特に、中東でね、何回ランクでもいい気がしてきたわ。その点、三内丸山遺跡なんかはよく保存されて博物館から裏手に出て遺跡見学ができるようになっているんだぜ。縦穴式住居の復元もされているんだぜ。ウプ主も一昨年に行ったんだけど、ものすごい大きさで綺麗な博物館よね。ただ、縦穴式住居の復元についてはイコモスの日本組織が、考古学遺産管理運営に関する老山無検証に基づき必ずしも適切とは言えない、と報告していることから現地調査で厳しい指摘を受ける可能性が危惧されているそうよ。復元すらいいってもんじゃないってことだろうな。本当に当時、その姿だったかどうかはタイムマシンでもないとわからないし、
ここが登録されたら、他の地域で登録を目指している縄文遺跡の世界遺産登録は相当厳しくなるわね。東北北海道という地域性に絞って推している以上、明治産業革命遺産みたいに日本各地のものをまとめて登録することも厳しくなるわ。総評としては、縄文時代と同時代の海外の遺跡との比較が十分に証明できたら登録はできるんじゃないかしら。少なくとも、日本政府が暫定リスト入りした以上、日本国内の他の縄文遺跡との比較説明は十分に説明する準備はしているわずよ。暫定リスト入り物件の中で、一番未知数って感じね。次、5、2010年金を中心とする佐渡鉱山の遺産群、新潟県佐渡島にある相川金銀山、鶴子銀山などの金銀山をまとめた候補物件なんだぜ。これは無理ね、Cランクよ。2010年に石見銀山が登録済みだもの。なんでこれが暫定リスト入りできたのかしら。2008年の世界文化遺産特別委員会の審査結果では、すでに世界遺産登録されている石見銀山遺跡との拡大統合を図るべきとの意見とともに、暫定リスト記載文化遺産と評価されたそうなんだ。でも結局石見銀山との統合は断念されて、2010年に暫定リストへ単独記載していくことが了承されたんだぜ。ジェンキンス氏が銀山のガイドスタッフとして働いていたこととかは関係ないわよね。拡大登録のつもりが石見銀山側に断られて、でも自治体の思いも考慮して単独で暫定入りした感じかしら。単独主演だったのに、いきなり W 主演みたいな感じになって自分の名前も消えるとか、そりゃ嫌よね。世界遺産登録の条件として、文化的伝統または文明の存在を伝承する仏像として無二の存在であることが必要だからな。確かに石見銀山が登録済みなら無二の存在ではないな。江戸時代の囚人労働などダーク産業遺産であるという海外の視点もあるそうよ。あと、お隣の国からは、佐渡鉱山に動員された労働者が少なくとも1400人に達するという声もあるそうだわ。一祖父の遺産として押す方が可能性があるんじゃないかしら。そうなると逆にお隣の国も味方してくれそうね。次、6、2012年平泉仏国土、浄土、を表す建築、庭園及び考古学的遺跡群、拡張、前回の動画で紹介した平泉への構成資産拡大登録なんだぜ。前回あんまり伸びなかった動画だけど、最後の方でまとめてるからぜひ見てほしいわ。当初構成されていたけど、平泉の構成資産のテーマである浄土思想との関連性が低いということで除外された。かわいそうなコツテラさんや柳さんたちよ。評価は、Cよ。残念だけど、平泉のコンセプトである浄土と関連性がないもの、何かの間違いでも起こらないと、現在登録されているものすら抹消されてしまうんじゃないかと心配になってしまうわ。当時の原風景が残されていると勝手推薦理由だからな。平泉周辺に存在しているからって、登録済みのテーマとの関連証明が難しいと思うんだぜ。次、7、2016年奄美大島、徳之島、沖縄東北部及び西表島。これは文化遺産ではなく、自然遺産での推薦なんだぜ。第2回、琉球王国のグスク及び関連遺産群の動画の最後の方で紹介しているから説明は割愛するんだぜ。霊夢の評価は、これは、ええー、ね。日本に残された自然遺産で推薦できそうなのって、正直もうここしか残されてないのよね。日本の自然って、世界基準で考えるとそこまで、っていうのが多いのよ。2003年に環境省とリニア庁で自然遺産への推薦候補地を検討した結果、知床、小笠原諸島、琉球諸島の3地域を推薦候補地に選定したんだ。そのうち、琉球諸島のみ登録されないままになっていたけど、登録名称を、奄美大島、徳之島、沖縄東北部及び西表島に変更し、2020年に推薦される予定だったんだ。でも、コロナの影響で第44回世界遺産委員会の開催が延期となって、お預けになったのよね。これは A ランクで手堅いと思ったんだけど、登録基準は、9、生態系、10、生物多様性が適用されると考えられるんだぜ。固有種と絶滅危惧種、それぞれ存在しているものね。自然遺産の場合、レッドリストっていう絶滅危惧種リストへの記載がキーワードよ。これに記載されているものが多いと登録できる可能性が高いわ。ただ、2018年の国際自然保護連合の調査だと、生物多様性については満たしうる可能性が認められたが、北部訓練場返還地を含めて推薦範囲を再考すべきことや、奄美大島での推薦範囲が連続性を欠いていることなどを含め、登録延期を勧告されているんだぜ。それで結局2020年まで推薦が伸びたのね。この辺の課題をどうクリアしていくかも注目ね。基地問題があるのなら一層沖縄本島は外してもいいんじゃないかしら。正直、すぐに解決できる問題には思えないけど、世界遺産ってたまにこういう政治的な課題が起こるのよね。とまあ、一通り世界遺産の暫定リスト入り物件を紹介したんだぜ。近年、世界遺産への登録のニュースのたびに、これが、っていう声を聞くけど、一応、暫定リスト入りした前後の厳しい審査をくぐり抜けた結果の登録となっているのよね。登録延期になったりとか、危機を残り越えて世界遺産登録になっているのよ。テーマやストーリーを変えてロビー活動もきちんと行ったりとかね。暫定リストの中には相当登録が厳しいものも含まれていると思うけど、正直リスト入りしたことが勝利という物件もあると思うんだ。一応ノミネートされました。
って言えるもんね。まるでアカデミー賞みたいじゃない？近年は登録までのハードルがどんどん上がっているので、そんな中で世界遺産に登録されるということは、とても価値のあることだと思うんだぜ。だからこそ、世界遺産に登録されたから行く、ではなく、登録された経緯とテーマを理解し、過去と対話してほしいと思うわ。本登録される前の暫定リストの段階で見に行って。え、登録されたから見に行くの？私なんてもっと前から注目してとっくに見に行ったけど。ってマウント取るのもありよ、霊夢。それじゃただの嫌なマウンティング女子なんだぜ。それではご視聴、ありがとうございました。